アンドレアル・ケッタは、イタリアの男子バレーボール選手。トレビーゾ出身。ポジションは、ミドルブロッカー。元イタリア代表。1980年、地元トレビーゾのセリエ A2 のクラブへ入団し、翌1981年に、セリエ A1 のモデナへ移籍。9年間在籍したモデナでは、主力選手として活躍し、4度のリーグ優勝と3度の、 コッパイタリア優勝を経験した。1994年から在籍したクーヌヨでは1996年にリーグ準優勝、コッパイタリア優勝、スーパーカップ優勝、セブカップ優勝に貢献した。1982年7月15日、キエーティで行われたソビエト戦で代表デビューを飾り、1993年に 代表を退くまでイタリア代表のミドルブロッカーとして通算292試合に出場。3大会出場したオリンピックでは1984年ロサンゼルスオリンピックで銅メダルを獲得、1990世界選手権では金メダルを獲得した。ワールドリーグでは3度の優勝を飾り、1989年欧州選手権ではイタリアの初優勝に貢献した。 イタリア代表の黄金期にキャプテンを務め、個性的なスター選手軍団をまとめ上げ、ルケッタ自身もまた、クレイジー、ルッキーのニックネームで親しまれた。三段カットなど、ユニークな髪型が特徴的な選手であった。2007年、黄金期のメンバーであるアンドレア・ゾルジ、アンドレア・ガルディーニ、マルコ・ブラッチラと共に、欧州バレーボール連盟主催の 現役引退選手による欧州選手権にイタリア代表として出場。40歳から50歳までの部門で優勝を飾った。ありがとうございます。